上白石萌音が卒業、上白石萌音ちゃんが留年した本当の噂本当っていうのは、まあ、要するに萌音ちゃんの大学卒業したのか留年したのかっていうのが結構多く上がってる。ちょっとそのことについてなんですけど、ちょっと僕は興味深いことを発見したのでちょっと見ていきますけど、モネちゃんの大学はどこと、ほんわかした魅力が、ほんわかした雰囲気が魅力ですが、実はとても頭のいい大学に通っていたと知ってる人は少ないはず。しかも女優の仕事と大学生活を完璧に両立させていたんですよねと。上白石さんが通っていた大学、まあ、通ってるんでしょうけどね、まだね、学部は、明治大学国際日本学部であることが分かりましたと。大学判明のきっかけ、ロックバンド、ディッシュね、北村匠海さんのね、それの正木さんっていうんですかね、それが上白石さんと同じ大学というツイートだそうです。これね、他にも見たんだよね。あのね、私の友達の上白石萌音ちゃんのお姉ちゃんの上白石萌音ちゃんわかるかな、ちはやふるとかに出てる子なんだけど、萌音ちゃんとマー君と同じ大学みたい、学部は違うかもだけどね、仲良くしてね、笑いっていうのがあったんですよね。こういうタレコミがあったってことですかね、これ。まあ、それで、まあ、そういうので、まあ、一応いろいろ調べられてたら、その明大のそこに通ってるってことですね。で、上白石萌音ちゃんは資格として英検2級、スペイン語検定6級を所持しているから、この進学先を選ぶのも納得がいくと。国際日本語学部、国際日本学部っていうんですかね。これは、偏差値が 62.5 と。キャンパスは中野なんですね、これね。僕、明大前かなと思ったら、中野区、中野駅から徒歩8分らしいですね。難易度の大学としては、まあ、これはね、大学、進学に詳しい人だったらみんな分かると思うけど、明大といえばね、6大学ですからね。青学、法政大学、立教大学、同志社大学、関西学院大学の大学が大体難易度が一緒。MARCA ですか。明治、青山、立教を、法政へ、C はどこだ？中央か？の中の法、学部というだけあり、偏差値が高いですねって感じですね。仕事をしながらこのような難易度の高い大学に合格するには相当な努力が必要ではないかと考えられますと。で、萌音ちゃん自体は2016年の4月に大学に進学した。そのために順調に進学を重ねていけば2020年3月に大学卒業することになっている。だから去年の3月に普通だったら卒業することになってたと。まあ、情熱大陸でもね、あれ2020年夏でしたよね、やったの。それで10分課題をやろうと、ちょっとでも進めたいという発言をしており、さらに奈良さんでも現役の大学生という表現がなされていたので、まあ、まだ通ってるってことなんですよね。しかし、この大学在学期間の謎については、大学留年だけではなく、大学進学によるものである可能性もあるので、留年とは一概に言えません。また、学部の特色的に、留学のために1年卒業を見送る可能性があると考えていますと。以前留学したいともおっしゃっていましたが、その気持ちは変わらずっていうのをマイナビのなんかインタビューの時に変わらないですねと。実は一度実際に留学しようとしていたんですよと。結局その時はお仕事の都合で実現できなかったわけですが、でも留学したい気持ちは変わらずあるので果敢にチャレンジを続けたいと思っていますと。なおあくまで参考書ですが、2019年の映画公開の告知も書かれた学生インタビュー、まあ、これはだからマイナビなんですね。その中に春から4年生になるという記述がある。2019年の春に4年生になるということは、少なくても4年までは順調に進級できていると。それのインタビューはそこマイナビ上。今は念願だった英語とスペイン語を学べる大学に通いながら仕事と勉強の両立を続けているところです。もちろん両立が大変な時もあるのですが、留学したり研究に没頭したりと自分のペースで学べるところが高校と大学の違うところ。春から4年生になるのですが、マイペースで勉強続けて、まずはちゃんと卒業したいなって。そして大学を出てからも学びの手はやめずに、英語でも他の言語でも何かの資格でも、
仕事とはまた別のことを生涯学び続けていきたいと思いますと。今必修科目が多い関係で週5で大学に通っている。まあ今あれでしょうけどね、なんだっけ、リモートでしょうけどね。学部の性質上英語の授業を特に多いので週8コマもあるとのことでした。しかもその授業の内容は英語でのプレゼンテーションや翻訳の授業など、どれもが事前準備に時間がかかり大変そうな授業です。上白石さんは、仕事が忙しいという理由で点数が取れなかったという言い訳をしたくないと語っているほど努力家で負けず嫌いです。この負けず嫌いの性格が仕事と勉強の両立を可能にしているのかもしれません。また上白石萌音さんは高校の時点で女優歌手での活動をしていたので、そのためその頃から積み重ねた仕事勉強両立のノウハウがあるのかもしれません。でね、ちょっとね、僕はその中でちょっと、あ、なるほどという部分っていうか、何なのかなっていうね、ところがちょっとあったんですよね。要するに、こう、まあ、卒業したのであれば、今回の土屋太鳳さんみたいにね、8年かかって卒業したというのを、やっぱ記事になるじゃないですか。まあ、言うじゃないですか。でも、萌音ちゃんの場合は、まあ、大学生、女子大生でもあるってことは、情熱大陸で言ってるわけだから、みんなが知ってると思う、すでに。公開して、まだ大学名はね、本人が言ったかどうかは別として、事務所が発表してるかどうかは別としても、まあ大体みんな気づいてると。どこに行ってるかと、こうや。じゃあやっぱり卒業したかどうかは、ね、マスコミ関係で言われるんじゃないのかなって思うと、まあそれが言われてないってことは、まあまだ通ってるんだろうなっていうところなんですけどね。まあ僕はそのさっきの記事で気になってたのが、結局そのモレちゃんは留学をしたいんですよね。で、この、ちょっと今調べて開いてるんですけど、明治大学の国際日本学部っていうのの留学プログラムっていうのを今見てるんですよ。留学プログラムの目的ね、これは、このね、モネちゃんが通ってるところなんですよ。海外留学プログラムの目的なんだけど、実践的な英語力を学習する。2、異文化の理解力を養成する。3、日本というグローバルな視点から学び、地球社会における日本の役割を考えるっていうことになってるんですよね。で、海外留学のためのカリキュラムとして、1、徹底した英語教育を実施と。2、海外留学入門、異文化間教育学、国際教育交流論といった関連科目を設置していると。で、国際日本学部の留学の種類もいくつかあって、国際日本学部では多目的な日本理解を促進し、高度な国際感覚を身につけることを目的に、学部独自の長期留学プログラムや短期留学プログラムといった海外留学の多様化に力を入れています。また、国際教育交換協議会が主催する海外ボランティアインターンシッププログラムに参加すると単位の認定の対象になるなど、学部外の海外研修プログラムに参加しやすい環境を提供していますってなってるんですね。で、長期はインターンシッププログラムとかアカデミック留学とかって、それが4ヶ月から11ヶ月長期ですね。で、短期っていうのは語学留学は4週間。で、ボランティアプログラムは3週間。で、ボランティア活動は2週間ぐらい。で、夏季インターンシップっていうのは5、6週間っていうところなんですね。だから、まあ、選べるわけですよ、長さも。参加可能な学年もあって、2年以降っていうのはほとんどなんですよ。あ、まあ、じゃあ、長期と、夏季インターンシップが2年以降かな。で、短期とかに関しては、まあ、全学年有効と。で、まあ、お金もね、そこそこかかるんですよ。まあまあ、でも、モネちゃんぐらい働いていけば全然簡単な金額ですよね。25万とか。一番高くて80万ぐらいなんですけど、25万、19万とか、まあそういうぐらいの金額ですよね。語学基準もある程度はあるんですけど、で僕はね、そのね、ここの大学にモネちゃんが入った目的が何だろうなってちょっと考えてみたんですよ。と考えると、まあ、留学なんじゃないかなと思ったんですよね。でね、結局ね、その、まあ、留学っていろんなパターンがあると思うんですけど、個人でね、留学する人もいますよね。今までいっぱいいたし。ただ、こうやって明大のこういうね、ちゃんとした歴史のある
名門な大学ですよ。そこと提携しているところに行けるってことは、もうちょ、まあ、もうものすごい信用性があるわけです、信頼性があるわけじゃないですか。そしたらね、ね、留学のレベルも違うと思うんですよ。提携しているインターンシップとかだと、まずディズニーとかあるんですよね。ディズニーワールドのアカデミックインターンシップとか、まあ、あとハワイ大学とかね、ニューヨーク、オレゴン大学、ニューヨーク州立大学とか、まあ、アメリカだとそうですよね。イギリスはオックスフォードとか、まあ、だから、いろいろ選べるんですよね。だからそうなると、ね、もうこれ僕の一つの仮説ですよ。モネちゃんは、留学をするためにあえて残ってるんじゃないかなと思うんですよね。まだ大学に。多分卒業しようと思えば卒業できるんだろうけど、最後の、まあ、ほとんどの科目は終わってるんだけど、単位は取れてるんだけど、最後の最後にこの留学っていうところになんとなく最後のゴールを置いてるんじゃないかなってちょっと思ってるんです。そのタイミングを狙ってるんじゃないかなって思うんですね。でね、今コロナじゃないですか。多分ね、今ね、留学できないんだと思うんですよ。で、だから今ね、コロナだから、海外のね、行き来なかなかできないから、ね、留学しようと思って、もう今ね、必然的にできないですよね、事実上ね。となると、これがちょっと収まって動けるようになるまで、とどまってんじゃないのかな、ちょっと思ったりするんですよね。結局その目的がね、大学に行って留学することが一番の目的だとしたら、それができずに卒業してしまったら、無意味じゃないですか。行った意味がないと思うのであればよ。これはもしかしたら、その、ね、多分ね、大学生である期間に留学を、が行ける資格があるんでしょうから、それをね、ちょっと今ね、待ってるんじゃないかなって。ちょっと僕はそういうふうに読んだりしてるんですけどね。どうですかね。ってちょっと思ったりいたします。まあそんな感じですね。ではでは。